あ、すいませんね、また火事の方出るよ、ほらじゃあ、こっこく出るねえ、なんで人を選ぶんですか。いや、所さんがいじるとあとあれですよね、あ、T が陽気だっていうのは侵略した国の規制ですよね。アメリカ人とかやっぱイギリス人だもん、ね、イギリス人暗いもん、結構暗いけどね、うん、どっちかって暗い、ね、うん、基本一応外にいます。あ、すいません、はい、あ、すいません。やっぱポルトガル人はやっぱ融合を目指したんだね、うん、だからやっぱ音楽も発展が違ってくるっていうのも分かるよね、うん、いや隠れてやる必要なかったんだもん。ごめんなさい、これなんかやっぱ調子よくないですね。すいません、カジノブーイ、ありがとうございます。なんか改めてキース・リチャーズかっこいいな、キース・リチャーズかっこいいよね、うん、上手くはないけど、かっこいい。歌も上手くないんですけど、なんか味があるんですよ。ギターもそうなんですよ。不思議でいいような方ですよね。でもね、あの人のギターとかは、うん、他は誰も出せないよね。まあ、出せたらそういうパターン。でも、似たようなことをできる人はいっぱいいるんだけど、うん、なんか調子悪い。バタンとこっちゃうもんね。キースのギターだって。うん、それが大きいよな。やんちゃさ加減、ありがとう。チューニングも結構アバウトですよね。ちゃんとしたレコーディングでも結構言うてんのある、うん、ありますよね。一曲間違って半音間違ってもらってもらってもらいますからね。どこまでいきます、どうしましょうか。これその何分ぐらいの、そんな長くはないんですよね、うん、じゃあそれ流しちゃったらいいですか。何分ぐらいですか、あと50秒、50秒、じゃあ音がある方が入りやすいんだったら、もう 今入りましょうか、はい、入ります。はい、ここからは宇宙に年かつラブ&ピース、同じ空の下から EM がつなぐ環境浄化のコーナーです。見返りを求めないボランティアが世の中を変える、 NPO 法人地球環境共生ネットワーク、通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾート、ホテル&スパ、コスタビスタ沖縄のご協力でお伝えいたします。このコーナーは EM を活用して私たちがすぐできる環境改善を紹介してまいります。まず EM の説明です。 EM は安全で有用な微生物を集めた共生体で、1982年に沖縄で生まれました。 EM には食品の発酵に用いられる乳酸菌や酵母、太陽の光を利用する光合成細菌などが含まれており、自然に優しい農業や汚れた環境の浄化などに用いられています。また全国各地で EM を使った川や海の浄化活動が実践されていて、貝や水草、小魚などが増え、生物豊かな環境が回復した事例が多数見られます。はい、今日は柴さんです、はい、はい、どうも、はい、2週間ぶりですね、お久しぶりです、はい、先週でしたけど、ね、今日かけたのはローリングストーンズのカジノブギーですね、懐かしい、はい、かっこいい、うん、そうですね、まあちょっと衝撃的でしたもんね、今日のゲストはね、ですね、ね、ですよね、うん、外で聞いててもね、すごいね、はい、もう、うん、やっぱり勉強になります最近勉強ばっかり、うん、いいことですね大事ですね、うん、さあここからもお勉強ですよ、はい、いや勉強って言われると苦しいんですよ、今日のテーマはなんかでもちょっと話があるんですけど、うん、はい、なんかメールにカレー臭軍団とかって話がありましたね、あそこにな、そこに飛びつきました、いやいや、もうカレー臭も腸内細菌と関係があるんですよ、あ、なるほど、そうなんですか、そうですよ、だから腸内のやっぱ悪玉菌が増えるとカレー臭がしやすくなるので、うん、腸内細菌を改善するようにすると、うん、あの加齢臭は減ってくると言われています、そっと乳酸菌とか、うん、家ももちろんですけど、そうですね、あんまり、まあ、うん、自社の商品ばっかりはあれできないんですけど基本的にはですね、腸内細菌改善するのは発酵食品食べるっていうことですね、うんうん、お漬物でもいいし、お味噌汁もとかでもいいし、うん、あとヨーグルトでもいいし、うんうんうん、であとは繊維質たくさん取るっていう、うん、あ、やっぱ野菜関係、はい、とっても大事です、あの生の果物とか生のお野菜っていうのが一番いいんですけど、うんうん、でまあ、これからね寒くなってくると、うんうんうん、根菜類とかも美味しくなりますから、あ、いいですね、そういうの積極的に取っていくと改善できると思うので、うん、もしお悩みの方とか、うん、旦那が臭いとかっていう方がいるとしたら、ね、食生活改善されるとだいぶ変わってくる、昨日はね男ばっかだったんです、でそれも、まあ、カレー臭に近い人間ばっかりだったんで全員がそうだとは思いませんけども誰かがカレー臭になってたんだろうな、柴さんはカレー臭はどうなんですか、いや分からないんだよね意外と、本人は分からないでしょ、うん、やっぱり本人は分からないなかなか、うん、エミちゃん分かるカレー臭、うん、カレー臭っていうのはでもいつも一緒にいるからなんか、いやそうじゃないですよ、うん、やっぱりもうエレベーターとかに入ったらもう残りがしてる人もいますから、うん、人がいなくても、あ、
カレーシューのスリーとか乗ってた。女性のカレーシューってのはないの？わからないですね、私はちょっと、うん、やっぱり男性が多いですよね、うん、カレーシューオーナー名の方っていうのはね。まあね、うん、俺初めカレーシューってカレー食った後うん、そうとも言いますね、はい、そうとも、そうとも言うんですか、はい、ですね、うん、それで先週かな、うん、9月の末にですね、うん、富士宮市ですね、うん、B 級グルメ富士宮焼きそばが有名、有名ですね、はい、で前循環のまま続いてうち主催のイベントをやってきて、はい、あ、そうなんですか、はい、で富士宮市っていうのがこの EM 団子の、うん、期限なんですよ、うん、あ、そうなの、そうなんです、うん、でそれが期限になったっていうのはもともと20年前に、うん、富士山の大沢崩れっていう、はいはいはい、富士山の西側の方がですね、まあこう風化っていうか土砂が崩れてきてるんですよね、でそれがこう深刻だということで、うん、まあこれはもうある意味それはそれで自然現象ではあるんですけど、うんうんうん、やっぱり日本人としては富士山のあの形で象徴だから、うんうん、あれを保存していきたいということで、うん、地元の方々とか、うん、結構背後には大物の政治家さんも、うん、協力応援してくれててですね、まあ、時の中曽根さんとか、うんうんうん、それ応援もしてくれてた方、うんうん、活動なんですけど、うん、結局土木工学的にこれを固めて抑えようとかですね、うんうん、あとはあそこに木を植えようとか、うんうん、いろんな偉い大学の先生が、うんうん、それにチャレンジしたけど、うんうん、結局ダメだって、うんうん、なんかこの縁で比嘉先生がそこに縁ができて、うん、いや先生あの性格ですから、うんうん、できないとは絶対言わない、うんうん、微生物でできますよという話になって、うんうん、でちょうど私が本当に大学生だった頃なんですけど、うんうん、じゃあやってみようじゃないかということになって、具体的にどういうことしたんですか。結局はですね、この土砂がこう風貌流れていくっていうのはもう、富士山頂の土砂が砂漠化してるからだと、だから風でこう流れていくんだと、だから砂漠化してるところに木を植えようとしたって木は根付かないと、うん、ですからなぜ根付かないかっていうと、やっぱりそこに微生物の被膜がないからだと、うんうんうん、だから土っていうのは本来土壌っていうのは微生物がたくさんいて生態系の基本ができるんですよ、うん、そこに自然に植物なりが出てくると、はい、だから生態系の基礎を作らないことには何も始まらないと、まあそうですよね、うん、だから微生物でまず土壌改良するんだ、改善するというふうなことでですね、で私も富士登山第一陣で登って、ああそうなん、はい、EM 巻いたり、笹を、うん、北海道の熊笹ですね、あれを植えたり、結構時間もかかる作業ですよね。いや、大変ですよ、富士山って登られたことあります？ないです。結構、遠くから見るとなだらかですけど、もう5合目から今度登っていくと、結構傾斜急なんで、傾斜きついんだ、急ですよ。ですので、もう物を持って上がるっても結構大変なのと、あとですね、あそこまで高い山になるとですね、うん、雨とか風が下から上に来るんですよ、うんうん、吹き上げるって感じ、吹き上げるって感じです。で石とかも下から上に舞い上がってくるんですよ、うん、だからすごい風強いかですよ。だいたい直径5センチぐらいの石は簡単に舞い上がっちゃう。だから風が強くなると本当に当たって怪我しちゃう、うん、本当に危険ですし、まあね、あの時僕は学生同士で10名ぐらいで登りましたけど、うん、2人はもうすぐ下山しました。高難病で。あ、そう。はい。うん、まあそうだね、うん、日本一高い山だからね。そうなんですよね、結構過酷な環境で、僕はそこで5日5泊したのかな、うん、山頂 で毎日作業して。どういう EM の使い方してるんですか。その時にこの、うん、普通に EM をこう、巻いてたんじゃ、こう下からもう流されるからもう落ちないと、だから丸く固めて、その大沢御前投げ込もうという時にこう考え出されたのが EM 団子。そうだったんだ。そうなんですよ、こうやっぱりこうある程度の重量を持たせて下に投げ込まないと、ええ、上から下に投げ込むってことをしないとそこに届かないだろう。最初から俺湖とか海に投げ込んだのが始まりだと思った、うんうん、そうじゃないんですね。そうじゃないんですよね、じゃあ土に投げ込んでたよね。そう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 、うんうん、もう本当に谷ってですね、ええ、もうその風化してるところですから、ええ、そこに投げ込むような形 で、ええ、で山頂まで、ええ、まあ、登山者に協力してもらっても、うんうん、持って行ってもらったり、うんうん、ある部分はもうブルって、うんうん、ブルドーザーでちょっと上げて、うんうん、そうだよね、はい、量的にも相当必要になって、はいはい、
きます、ね、はいはい、それでこう投げ込んだっていうのがこう、はい、イエムダンゴのこう起源なんですよね。それで結果的にはどうだったんですか。結果的にですね、まあ、途中でですね、もうあそこの所轄がすごくややこしくて、うん、県境もあるし、ね、そうなんですよね、うん、要するに標高何メートル以上はどこの所轄とかもあって、最後どっかの省庁にもう、うん、そういう投入やめろというふうなことになってやめたんですけど、うん、私が主人で行ってますから状況よく分かってるんですけど、うん、行った時は、うん、本当にもう苔も生えないような状態ですね、うん、でしたけど、大体5年ぐらい続けていったら、うん、苔が生えたりとか、うん、植えた笹が活着してたりとか、そういう傾向を見られて、まあ、明らかに出てきたってことですよね。そうそう、成果を見られて、誰がこう植物植えようとしても成功しなかったんですけど、うん、まあ、比嘉先生それやってのけたということですよね。それは大きいね、うん、まあ、先生ね、もともとはこう砂漠緑化とかっていうのも関わったりとかですね、うん、あとはもう先生微生物の研究に入る前は、うん、効率的な農業っていうのが、うん、砂栽培とかすごい研究されてたので、うん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 、砂地でどのようにこう植物を活着させるかっていうのは、うん、独自のそのご経験を持ってらっしゃる。それはね、ね、そう、それは知らなかったね。そういう、ね、そういうことが起源なんですよ。もう本当富士山ちょっとなんかもう、非常に貴重な経験させてもらったんですけど、雷も下から上に来るって言います。そうなんですよ。だから雷雲が来たら、なんかこう棒の振り回しはダメだって。そしたらもう空気中の静電気に引き寄せられて、それで雷が上がってくる。じゃあじっとしてるってこと。もうだからもう外出ちゃダメって。張り付いてるってことだね。もう本当にすごい過酷なところではありますよ。今台風が沖縄にいる時点で、うん、もう結構暴風です。あ、そう。はい。命がけだね。強くっていうのはすごいですね。富士山と EM 団子、はい、そうです。富士山と EM っていうのはそういう縁があったっつながりがあるんですね、うん、そういうのをちょっとまあ、うん、今回思い出すようなことがいろいろあって、ね、懐かしくその活動してた時に協力してくださった方とかが、うん、まあ、会を準備とかもしてくださったりとか、うん、はい、富士山頂に山小屋持ってて、ね、そのじゃあもう EM の、はい、創世記というか、そうですね、始まりの時期ですか、まあ、始まりの頃ですね。もう今だから30年前に生まれましたから、うん、できて10年目ですよね、うん、それぐらいにこう富士山のそれをやったっていう、うん、まあ、比嘉先生も45ぐらいの時です。もう血気盛んですからね。そうですね、今でも血気盛んだけど、いやもうそうですね、うん、そんな感じです、ね、はい、うそうですか、はい、ああなるほどね、うん、はい、うん、ちょっと早いですけど、止まっちゃって、まだ早い。じゃあ、来週か、来週じゃなくて、今週のプレゼントの、うん、あ、そうです、今月のプレゼント、まあ、とりあえずですね、はい、来週もまたこの富士宮の集いで事例発表、うん、面白い話があったので、あ、そうですか、はい、うん、紹介したいなというふうに思います、はい、で、あとは今月のプレゼントなんですけど、はい、一応ですね、まだちょっと決めてきてなかったんですが、うん、まあ、ちょうど新米がどで出る季節なので、はい、あ、なるほどね、はい、どっかですね、EM 使った有機ジャスのお米を、どっかちょっと探して、これから探すんですね、はい、1名様にプレゼントするように、お米じゃないかということです、はい、何キロですか、これ、はい、ですね、多分5キロでいきます、5キロで、5キロを1名様、1ヶ月持っちゃうな、1名様プレゼントですか、おいしそう、はい、ね、ファックスですと、0447111400です、E メールですと、kst@kawasakifm.co.jp、すべて小文字です、はい、おはがきですと、郵便番号211-8566、川崎 FM で OK です。宇宙都市活ラブ&ピース、うん、EM マイプレゼント係まで住所氏名電話番号をお忘れなく、はい、ね、はい、よろしくお願いいたします、ね、うん、ね、富士山とは知らなかった、はい、ね、そうですね、はい、はい、また来週楽しみです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、それでは次のコーナーに行きます、はい、あ、どうもお疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございます、うん、そろそろもう、こう片付けるといいな、ある程度ね、あ、はい、はい、お願いします、関口さんと電話がつながってるそうです。